遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。まあお前みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょう。奴はガキのくせになかなかの実力を持ってやがった。念のためだ、俺もやる。ここからは俺がメインだ。バックアップ頼むよ。行くぞガキ。死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだけど、あの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。ガキ、どうも。
加藤高火球の術合わせろ、かがせ助けに来たぞ、リン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの、木の葉のガキども。ドトン、岩屋ども。やばい、みんな出口に走れ。大丈夫か、リン、カカシ。オイタ！クソ！やめろ。いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。オビト！初めからお前の言う通りに一緒にリンを助けに来てたらこんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が上人だ。そういや忘れてたぜ、信じろ。役に立たない余計なもんじゃない。この俺のシャリンガンをやるからよ。里の奴らがなんて言おうと、お前は立派な上人だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。リンを連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。オビト、でもいいから行け。リン、ドトン、熱の転生。
やるぞ。俺は死んだのか。ここは。気がついたみたいだね。先生、どうして。この区内の術式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は。俺が全員倒したよ。リーはどこなんです。間に合わなくてすまなかった。話は全部凛から聞いたよ。第三次忍海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残した神奈美京の戦い。その日、木ノ葉学園に二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのかかしと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。しかし時代の波はその英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる。争いも苦悩も憎しみも途絶えることなく未だ続いている。